こんばんは、小栗旬です。この前言ってたんですけど、この前言ってたつけまつげの話をしたことあったんですけど、その時言ってたバシバシのやつこれです。すげえバシバシの買ったんですけど、今日もなくしたと思って、あ、ない、つけまつげがないと思ったけど、普通にねテーブルの下に落っこってたから拾ってあーやばいっつって戻しました。何回か使えるんですけど、これ取って外して使うとなくすんですよね。なくした時に風呂場とかから落ちるの見つけ出す時になんかゲジゲジに見えるから怖いんだよね、一瞬。つけまつげですけどね。じゃあ今日もリフティングしていきます。